どうもエルカブキのエルウダです。はい、どうもデロニアン林です。ということでね、はい、ガリガリガリクソンさんがですね、はい、ツイッターの方で、はい、逮捕時ファッションチェックというのをちょっと上げてまして、はい、逮捕された後に、うん、マスコミに謝罪してる時の写真を上げて、うん、でその時に着てる服がいくらかっていうのを全部こう説明してるお母さんがくれたコンバース0円、上着ですね、はい、でジーパンがユニクロ1980円、はい、で靴がハワイのアウトレットで90ドルと、はい、いうのを、上げていたんですけれども、はい、すごいですね、うん、もう残さず食べますね。残さず食べますね。食べるし、なんか聞いた話だと株式投資でめちゃくちゃ稼いでるらしいね。僕らも今やってますけど、ラジオトークって、アプリでもね週1回配信してますけど、うん、そこでその株式投資のやつをやってるらしいよ、番組を。そうそう自分のやつみたいな、やり方を。そうすごいね。だすごいよね、うん、まあね、この逮捕時ファッションチェックはなかなか、なかなかもうそのうちね、うん、おすぎとかになってほしいですねおすぎさんに、うん、逮捕時の逮捕時ファッションチェックで、うん、なんかそのスーツとかさ、うん、どういうスーツ着てんのかみたいのを、はいはい、とかそのピエール滝のポマードをどこのやつなのかとかね、うん、いやいいよ、めちゃめちゃ撫でつけたでしょ髪の毛で石野卓球さんかなんかが、うん、あれ絶対受け狙い来てるなみたいな、なんかつぶやいてたようなことありましたけれども、はい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 、まあファッションで言うと、うん、やっぱトースポさすがだなって思うのが、うん、香原智美が YouTube で今結構精力的に動画上げてるんですけど、はい、で眉毛がちょっと尋常じゃなく濃いんですよ、うん、でそれを妹か香原智美 YouTube っていうねあファッションチェックしてる、ね、見出しつけてましたね。はあ、そうか、今妹綾子かみたいな。なるほど、ね、眉毛太いっつったらそうなっちゃうんだよね。石原真理子か妹綾子かっていう感じで。そうだよ ね、そんぐらいしかないか今。そんぐらいだろうね。あとクレヨンしんちゃんがその間にとかあれじゃない、両津勘吉とか一巻の、あなるほどね一巻の時の両津勘吉は繋がってるでしょ、眉毛繋がってたよな、うん、いや、ずっと繋がってるでしょ。繋がってるっけ。ずっと確かそこ あそこそんないんだ、眉間は、うん、多分そうだと思う。あと村山首相富市ね。富市さん、ね、村山富市はね、うん、もう今でも忘れないけど電波少年で、うん、松村さんが、うん、ハサミ持って、うん、アポなしで切りに行くっていう。ありましたね。ねえ、いい時代なんだねいい時代だけどテロでしょ、うん、いや今見ると俺で今見ると、うん、松本明子さんがね、はいはい、アラファト議長のとこ行くってね、うん、マジでやばいぞっていう。一緒に歌いましたよね。そうそう、アラファートと私があれはやばいですよ、あれは。でも松尾亜紀さんもともとね、うん、だってもう放送禁止用語芸人ですから。あそうで、ね、成り上がっちゃうわけですからよく考えたら過激な人なんだ。あれだってスタッフの人とかやっぱあんま調べずに言ってるのかな。俺らが知らない時代、大竹まことさんとか松尾亜紀子さんとかって、うん、そのまあ大竹まことさんならちょっと俺分かんないね。なんつうの、どっちかっつうとさ、なんでこの人ね、誰が何言っても手叩いてあははって笑ってんのかなって、うん、なんかそういう人なのかなって思ってたけど、うん、ナイスアシスタントみたいな、うん、いやもう一回もう刺してると、うんもう一回そうだから、うん、刃を隠してるそうそうそうっていうことなんだね。田中義武さんであんなに笑ってる人、うん、俺見たことなかった。バカ野郎、バカなこと言って本当に田中義武さんは面白いよね、うん、いや面白いですよ。俺だって、ね、丸見えテレビのコメンテーターでよく言いました。世界丸見えテレビでなんか昔金縛りに会った時に金縛りしたまま自分で屁こいちゃって、うん、動けなくてすごい臭かったっていう話をして面白すぎて俺小学校の時に完コピして友達に喋ったからで何が悔しいって、落ち前で友達が、うん、ごめん門限だ帰んなきゃっつって俺まだ喋ってんのに、うん、落ち前で門限に負けたのよおならが嗅いでっていう。いいじゃん吉武さんの話だから。いまだに俺ね、うん、悔しいんだよね忘れないね。やばいな、そんなことが、はい、ありましたけども。あとね、トースポさんはね、もうここぞとばかりに、うん、もう伊勢谷友介3連チャン、一面3日連続もうさ、もっと前からかな、もっと前からでも1週間ぐらいやってません、もうのかな。3日、俺が買ってる時は2日連続で、はい、で、昨日も3日連続、はい、もうさすがに3日目買わなかったけれども、うん、これいいですよ、トースポウェブさんでは、はい、カリスマ占い師ラブちゃん、はいね、ラブちゃん知ってますよね。なんか名前は、はい、見てる。紀州のドンファンが飼ってた犬の名前じゃないですかね。いや、いいよ、いいよ。ラブちゃん、ラブミードゥさんっていうロン毛の、はい、トム・ブラウンのツッコミの人みたいな髪型してる。いや、あれ髪型なの。わかりやすく言うと。あれ髪型じゃないから。髪型ですか。骨格だから。骨格ですか。骨格です。骨格ね。はい、で、ラブちゃんが、伊勢谷友介占ったそうなんですよ。うん、そうするとね、すごい結果が出まして、うん、なんと2023年、うん、ハリウッドで輝く。だそうです。ラブさんすごいよね。これ絶対忘れないでおきましょう。うん、うん、いや、なんかね、海外俳優業を続けたいなら海外に行くべきです、うん、2023年ハリウッドで輝くという暗示があるので、うん、復帰するのは可能でしょう、う
あるいは大麻用語論を唱える運動家や宗教家に進む道もあるにはありますが、うん、いずれにしても自己表現を続けること、そっちの占いもちょっと出てるんだ、うん、どうなんだろうね、そっちの占い、いやそっちの占いすごいよね、はい、大麻用語論を唱える運動家や宗教家に進む道もあるっていうカードが出たのかな、うん、カードがあるんですよそんなカードあるんだ、うん、タロット、四柱推命、手相、風水、人相などを行う占い師が、あ、なるほど、そうです、なるほどね、そこになんとなんかね、うん、俳優じゃないけども、うん、そういうのあるんだね、そういう、そうだって、オーラがあるわけです、うん、あのね、今度まあ僕らね、なんとありがたいことに号泣の赤岡さんとライブをできることになりました、はい、まあ、本当にありがとうございます、あの面識ないのに、ね、あのちょっと打診したら快く受けていただいて、そうそうそう、まあ、僕らもねその日10月1日初めて会うので、はい、ちょっとその緊張感も楽しんでほしいんですけども、はい、やっぱそういう縁があるとね、うん、思わず昨日やりすぎ都市伝説島田秀平の回見てしまいました、ね、見てしてもいいんだよ、見ていいんだよ、見てしまったじゃなくてゴールデンでやってたんですよ、やってたと思う、はい、でも面白いね、あ、そうです、島田さん、うん、どんな話を、いや俺ね、オンバトの時以来喋ってんの多分マジで初めて見たの、そのちょろっと喋ってんの見たことあるよ、あ、だからちゃんと全部まで 見たんだけど、あー、はいはい、いやすごいな、あのいやいやいや、すごいオンバトの時から止まってたから、あ、いやめちゃめちゃ怪談ライブとかやられてるでしょ、そうだけど、なんか自分の話はさ、まあそれはなんつうの、うん、用意してできるけど、うん、開始も全部めっちゃ良かったよ、良、うん、かったよって俺偉そうだけど、うん、偉そうだ、いや的場浩司さんに、うん、おい島田俺ら仲いいだろお前、うん、なんだよその占いはみたいな言われて、うん、いや仲いいですけどもなんとかですみたいな、もう一回落としめるみたいな、あ、こんなに人ってこう変わってくんだなみたいないや、まあ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 、うん、はいはい、いやそれを感じましたね、あと時事芸人、まあ、ツッコミでしたからね、そうそう、島田さんはツッコミですからね、でもボケてたね、はい、表情でボケたりとか、はいはい、すごいなと思って、一回俺手相をちょっと見てもらいたいねいや赤岡さんに頼んで、どうにかなんで赤岡さんに頼んで、頼んで、あのディスカウントしてもらっていくらぐらいで見れるんだろうね、どうだろうね、まあ街の占いでさ、うん、パッて見たのはさ2,000〜3,000円は取ってたかな、そんなもんでいける、街の占い俺は見たやつは3,000円からってやつがあったよ、じゃあまあ島田さんだったら15,000円ぐらいかな、多分、いや分からんじゃない、大体、いや、ね、分かんない、良心的だろう、分かんねえよ、2万5千円はさすがに高いじゃん、まあ、分からん、15,000円ぐらいだろうな、いや分かんない、占いのその値段の借り方分かんない、だと思いますよ、あ、そう、確か15,000円ですね、あの、うん、地下芸人の人にはね、タダでね、うん、占ってもらって、あ、それいいかもしれないね、うん、ありましたからね、そういうことも、確かに確かに、はい、あの芸人同士だと結構こうゴールデン街劇場っていうね、うん、飲み屋の中にある、うん、その、ね、ライブハウスありました、ギブ大久保さんっていう、はい、サマーズさんのちょい後輩だか同期だか、はい、芸人さんに一回占ってもらってね、占ってもらって、はい、その西口プロレスで、あの大谷慎二郎に顔が似てるっていうので、うん、大谷慎二郎のプロレスのね、うん、その、顔くしゃくしゃにする顔で一回写真一緒に撮ってもらいましたね、うん、本当に自ら顔面を押しって感じで、ギブさん曰く我々は売れるということになってます、ね、すごいだってね、占ってくださいって言ったら、うん、売らなくていいだろお前ら売れるじゃんとか言って、うん、そのもう舞台上の実力でもう分かってたギブさんはね、いやいや相当人見る目ありますね、いや占ってよちゃんと、うん、で舞台上でね、はい、まあ、ギブさんがちょっとこう不思議な出てやられてたんで、はい、もうちょっと空気的にね、うん、はい、じゃあギブ大久保次告知していいよみたいな、急に面識ないのにやったら、はい、まあ、うん、上下関係に厳しい先輩が相当怒ってたらしいです俺に対して3だろって俺聞こえなかったのテンション上がって、うん、3だろって舞台上で言ってたそうです、うん、俺普段言わないから、普段言わないでしょ、もうね真面目なんですよ、うん、その先輩は、そうそう真面目なんですよ、俺ちゃんとギブさんって言ってますから、うん、ギブさんってギブしとるやんギブしてんじゃん、ギブしてギブした上にタロットを持ったと、すごいよね、いうことですから万年タップしてんですかねギブしますまあいいよ、どんな名前なんだよ、はい、ね、ありがたいね、うん、というようなところですかね、あとね、今三原淳子さんが、はい、菅新内閣で、うん、ボディ担当にっていうのがボディ担当の厚労副大臣に抜擢あるのそんなのバカに言わないで、厚労副大臣でしょ、うん、もう内閣のボディなんですよそういうことそうそういうこと、官僚呼び出してもうボディを入れていくってことじゃないですか、でちゃんとこれ、どういうことかっていうのを説明していて、うん、1979年に放送された、いやそっちじゃなくていいんだよ、3年 B 組金八先生で仕事を何するかを言えよ、突っ張り少女の山田玲子役を演じて大ブレイクを果たした、はい、同級生のリンチーン、顔はやばいよボディをやんなボディをは名台詞として有名だ、うん、合ってるかなこれ、
顔はやめな、ボディにしなだった気がするけど、まあまあそれはモノマネとかなんかしてるうちに変節してない。だってちょっとなんか出川さんぽいよ、顔はやばいよ、ボディをやんなボディをっていや、どっちなんでしょう。まあまあどっちかわからないですけど ね、まあとりあえずまあ東スポさんはそこら辺はちょっと信用してる、うん、はいはい、新内閣のボディ担当になったということになっております、なっております、はい、明日はですね、島大輔さんが、はい、ライズアップで 15.7 キロ減量成功、こちらをボディつながりで、いや、はい、下の子が20歳になるまでは元気でいたいということですいやちょっとなんか切実だないいよね、よく聞く、よく聞くだと失礼だけど、ね、ちょっとあれです ね、 切実ですね。ちゃんとライズアップで痩せてるんですけど、ライズアップの宣材写真ちゃんとあの髪型はうん、あの前に突っ張ってるやつを、前の突っ張ってるの、はあ、そっちなんですね。これを保っている、ボディ世代ですね、ボディ世代、はい、今日のサムネは伊勢谷友介占ってみたにしてみるいますかね。いや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 、ボディ内閣、ボディ内閣、まあどっちかにすると思います。伊勢谷友介、うん、ボディにしない。いやわけわかんないから。それさ、面白いと思って何回買ったじゃん。もうわけわかんなすぎて見ないんだよ誰もね。本当に難しいんだよな。じゃあ、そういうのにしましょうか。はいはいはい。まあそのとこですかね。はい、といったところで、また明日お聞きなさってください。